星ササキリは、あった、メキリギリス科の昆虫。和名は全詞に黒点列を有することにちなむ。日本のササキリ族の中では最も小型。体長15ミリメートル前後。体色は緑、または褐色。羽は薄い褐色で側面に、名前の由来となった、黒褐色の点線がある。頭頂から前胸背面にかけて、黒線が通り。 それに並行するように白線があるが、本種は国産佐々木リ属で最もそれが鮮明である。また、褐色個体の割合も多い。産卵管は単当型で、赤褐色を帯びる。日当たりの良い草原、荒れ地に住む。外して草丈の低い環境を好む。海岸線や市街地近くの芝地に特に個体数が多い。主に昼間。 しりりりりと泣くが声が非常に小さい上すぐ鳴き止むため気づかれ、にくい。温度で鳴き声のテンポが変わるのは、お長ささきり同様である。敏感かつ俊敏で、姿も鳴き声も小さいため身近にいる割には、その存在に気づきにくい虫である。分布は、東北南部以南。関東南部では、年2回発生する。九州から南西諸島では、年3回かそれ以上。 あるいは終年を発生する。5月頃と7月頃不可思想の2ヶ月後に羽化成虫になる。成虫寿命は意外に長く3ヶ月ぐらい生きることもある。2回目に発生した個体は飼育下では年を越すこともある。長羽根型を頻繁に出し、また短羽根型であってもかなりの飛翔力を備える。似たような生態を送る薄い色ささ切りより、高温、乾燥に強い。 卵の休眠性も本種の方が浅く、温度条件さえ揃えば、いつでも1ヶ月で孵化してしまう。温暖化や都市化が進み、薄い色ささきりにとって変わって本種が見られるようになった場所も多い。孵化したばかりは緑だが、脱皮を繰り返すうちに褐色のものが現れる。メスは産卵管で稲荷植物の幼少内部に産卵する。 主に稲科植物を食草としているが飼育下では野菜や果物などもよく食べる。また動物質もよく食べる。ありがとうございます。